リン・ディーゼルは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画監督、映画プロデューサー。本名は、マーク・シンクレア・ヴィンセント。ニューヨーク市出身。身長182センチメートル。2000年代以降のハリウッドを代表する、アクションスターである。映画制作会社ワンレースフィルムズを設立。 筋金入りのゲーマーとしても知られていて、ゲーム開発会社ダイゴンスタジオを所有している。ニューヨークにて、イタリア系及び黒人系の両親から生まれる。ただし父とは会ったことがなく、演劇関係者であった義父のもとで育つ。7歳の時にグリニッジビレッジの劇場で初舞台を踏む。養夫が運営していた劇団の舞台にも立った。 ニューヨーク市立大学ハンター校で英文学を学ぶが3年で中退して俳優になるべくハリウッドへ向かうも役を得ることができずニューヨークに戻る戻った後母親の勧めもあり自分で脚本を書いて1994年に短編映画マルチフェイシャルを制作この作品は3日の撮影期間3000ドルという 朝廷予算での制作であったが、1995年のカンヌ国際映画祭で高い評価を得た。1998年、マルチフェイシャルを見たスティーブン・スピルバーグ監督に抜擢されて、プライベート・ライアンに出演し、これがチャンスとなった。スピルバーグが存在感に惚れ込み、脚本中になかった役を彼のために作ったと言われている。 この時彼は31歳で年収2万ドルであった。2000年、ピッチブラックでリリックという残忍で強靭な肉体を持つ囚人の役を演じた。2001年、ワイルドスピードのドミニク役を演じた。以降、自身を代表するシリーズとなる。2002年、主演映画、トリプル X, 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 X にて、エクストリームスポーツのエキスパートという役柄を演じた。 2004年、リリックで4年ぶりに、リリック役を演じた。2009年、ワイルド・スピード・マックスにて、8年ぶりに主演として、ドミニク役を演じ、本作から制作としても関わり、以降の作品も参加している。2013年、ワイルド・スピード・ユーロ・ミッションにて、ドミニク役で出演し、2014年 m t v ムービー・アワード・ベスト・オーエヌ スクリーンデュオを受賞。また、リディック、ギャラクシーバトルにて、9年ぶりに、リディックを演じた。2014年、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにて、グルート役のモーションキャプチャー及び声を担当した。2015年、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションにて、ドミニク役で出演。全世界で15億ドルを超え、シリーズ最大のヒットとなった。また、フォーブス氏が、 毎年発表する高額出演料ランキングにおいて4700万ドルを稼ぎ出し3位となった2017年この年は自身が参加するシリーズが3本公開したトリプル X 再起動で15年ぶりにザンダーゲージを演じワイルドスピードアイスブレイクではドミニク役ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスにてベビー・グルートの声で出演したフォーブス氏の 世界で最も稼いだ俳優ランキングにおいて5450万ドルを稼ぎ出し3位となった。2021年公開のワイルドスピードジェットブレイクにてドミニク役を演じた。2008年4月、ガールフレンドのパロマジュメンネズとの間に娘が生まれている。2010年に息子、2015年3月には 娘が生まれており名前は2013年11月に、救世した親友のポールウォーカーから取っている。ありがとうございます。